左翼手が必要なエンゼルスミナシアン GM はミッチハニガーを獲得すべきかご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。マリナーズがトレードでレオスカーヘルナンデス外野手を獲得したため、同球団から FA になったミッチハニガー外野手31の遺跡の可能性が高い。 MLB ネットワークのジョン・モロシュ記者が21日、日本時間22日ドジャースとエンゼルスが興味を持っていると報じている。エンゼルスは大谷翔平とマイク・トラウトをサポートする打者が必要で、ハニガーはレフトでもライトでも守れる。高位足関節年座で昨季は57試合の出場にとどまったが、21年シーズンは39本塁打100打点の活躍。エンゼルスタジアムでの通算 OPS。 出塁率プラス長打率は846だ。加えてマリナーズがクオリファイングオファーを出していないため、獲得してもドラフト指名権を奪われないのもプラスだ。一方で怪我が多く、フルシーズンをプレーできたのは選手生活を通して二度だけ。オフになりペリーミナシアン GM は積極的な補強を進めているが、果たしてこの件について最終的な判断やいかにエンゼルス。 内野の名手ウルシェラ遺跡会見。どこでも必要とされるポジションを守れる大谷翔平選手。28が所属するエンゼルスへの入団が決まった序盤にウルシェラ内野手。31が21日、日本時間22日、リモート会見に応じ、トレードを聞いた時はエキサイトした。新しい機会だと遺跡の意気込みを語った2019年から21年はヤンキースでプレーしたウルシェラ。 昨季はツインズの一員として144試合に出場し、打率285、13本塁打、64打点を記録。今月18日、日本時間19日、1A のアルハンドラ・ヒダルを投手、19との交換でエンゼルス入りが決まった。フィル・ネビン監督とは、ネビンがヤンキース三塁コーチ、ウルシェラがヤンキースの三塁手だった時代からの馴染みで、 フィルはいい人、トレードが決まった後、すぐに電話をくれたよ、と笑顔で語った、内野人の強化を目論むエンゼルスでは、ユーティリティ足として起用される方向。ウルシェラも、遊撃、二塁、一塁、三塁でも、どこでも必要とされるポジションを守れる、と述べた。通算62本塁打の打力だけではなく、守備の良さでも定評があるだけに、大谷をはじめとするエンゼルスの投資陣をフィールディングで助けることが期待される。 コロンビア出身のウルシェラは来春、ワールドベースボール、クラシックにも母国代表での出場も希望しているという、積極補強のエンゼルスが昨季39発の長距離砲に興味か。大谷翔平初のプレイオフへ援軍続々、MLB ネットワークのビーンワン記者として知られるジョン・モロシ記者が21日、日本時間22日、マリナーズから FA になっている M ・ハニガー外シュ、31に、 大谷翔平投手28の所属するエンゼルスが興味を示していることを報じた。モロシ記者は自身のツイッターに、ドジャースとエンゼルスはハニガーに興味を示している。レンジャーズも調査を進めている。ハニガーはエンゼルスタジアムでの通算 OPS は846だと、エンゼルスの本拠地で相性がいいことも付け加えながら投稿した。エンゼルスは今オフ。 ドジャースから今季15勝を挙げた左腕のアンダーソンを3年総額3900万ドル、約55億円で獲得。ツインズからは大外野を守るユーティリティのウルシェラもトレードで獲得するなど、14年以来9年ぶりのプレイオフ進出へ向けて積極的に動いている大谷も1年契約で残留が決定。自身初のプレイオフ進出へ続々と援軍が加入している。エンゼルスの外野は中堅にトラウト。 右翼にボードが君臨しているが、左翼は補強ポイントの一つになっている。ハニガーは21年にマリナーズで39本塁打、100打点をマークした長距離砲。16年からメジャー6年間、20年は出場なしで、通算112本塁打を放っている放置新聞社。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくおね